20万人いけるかもしれないですね。おじちゃんおばあちゃんもね、もしかしたら。あ、そう、おじちゃんおばあちゃんもいますし、インスタやられてると思うのでうちのじいちゃんはですね、あの僕のインスタのこのいいね数をですね、うん、あ、コメント数をなんか毎日チェックしてるらしくて。待って、俺のじいちゃんもね、同じじいちゃん、俺のじいちゃんえ、俺はそうなんだ。あ、同じじいちゃんなんだ。あれ、いとこってこと？いとこの可能性あるよ毎日インスタ投稿したやつのいいねとコメント数をグラフ化してるんだよ。あ、そうそうそう、そんな感じ。マジで言ってる。いや、みんなやるんだ。グラフ化は分かんないけど、書いて数を。マジで？どんだけ上がりましたみたいな。すごっ。だ、ぜひ皆さんいいねとコメントとか、僕のじいちゃん見てるんで、僕らぜひお願いします。じいちゃんに向けたコメントを待ってますじいちゃん iPad 使ってやってんだから。もマジで、あ、いとこにフォロー、ありがとうね。ありがとう、いとこ。ほんと、あと4000人切ってます。それでほんと、ここにいるみんながもし何らかの形でフォローしてくれたら、今行く可能性もあるから ね、バーンって。いつ行くか俺も分かんないけど、もう今日中に達成できるように頑張りますんで。お、150人。おお、一気に。すごい、ありがとうね。この下の誕生日ですって書いてるやつが山永十太郎です、うん、で、ここをタップしてもらってフォローしてくれたらね。あんまりこんなフォローお願いするのも良くないって母親に怒られましたが、今日はもうチートデーです。チートデーな。すいません、今日はお願いします。あ、あれ、もうちょっとあれかな。ハッピーバースデー、ハッピーバースデートゥーユー。あれ、じいちゃんに歌ったの。ハッピーバースデーディア十太郎山中。電気とか消さんの。電気は消さん。電気とか消しなさいじゃん。まあ、髪の毛気をつけろ、これチリチリになって燃えてる。さらにさ、チリチリになったの。やばい。8月の夏の階段やん。怖いね、怖いね。ゴロ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 。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。思い事決めて。はい、おめでとう。じゃあちょっと、あの、一回フォトセッション入りますんで、もう一度火をつけさせていただきます。あ、すいません。あ、つけなくていい？いや、つけなくていい。つけたい。あ、つけなくていい？じゃあ、ここで撮ろう。インライで。じゃあちょっと。危ねえ、ちょっとメンバーみんな集まろうよ。大地もなんか裸だけど今。大丈夫、来て。ありがとうね。じゃあ前2人、後ろ3人みたいな感じ。十太郎ちゃん、前の前行けよ。前行けよ。いやいや、まあ前いい。ん？一番。はい。あ、写真か。一人一緒じゃねえんだよな。これが、着る？ゆゆしきではある。みんなもうスクショしていいからね。いや、スクショ。ダメか。いきます。ん？あ、服を。あ、はい、それじゃあ写真撮ります。にゃんにゃん。お、びっくりした。あ、そう、これね、ダブルピースしたらね、したらね、飛んでくるの。これマジ？ピース多分多すぎた。おお、ハートしてみ、ハートしてみ、ハート。なんもないんかい。ちょ、あるね。あるあるある、あるんだよ、ハート。これいけそう、これいけそう。写真撮って、写真撮って。おお、じゃあちょっと写真撮ります。グッと、グッと、グッとやって、グッと。じゃあ写真を撮ります。お前、グッとやって。ちょっと待って、一回撮ろう。待って、これネギじゃない？お前さ、ケーキネギ入れんやろ、お前最先端がすぎる、はい、ネギかと思ったらちゃんと。いきます。ピスタチオかな。サイチーズインスタで知ったの面白い。はい、あ、じゃあちょっとフィルムもいきます。それではいきます。はい、チーズ。はい、最高だ。ちょ、ケーキ見ないで、みんなで食べよう。みんなで食べると俺が言うことじゃない。俺が言うやつ。食べたいやつが言う、これ。ちょっとクリスマスだ。クリスマスケーキだろ。え、これクリスマスケーキじゃない。しょうがないや、もうそれ。お前が誕生日が25日近いからや。なんで、ハッピーバースデーって書いてある。メリークリスマス、ジュータロー。ハッピーバースデーだろ、さすがに。ジュータロー書いてないじゃん。え、書いてる。書いてないわ。リボン見てみ、リボン。リボン、リボン。え、こいつ文句言ってます。ここにあるリボン、読んでみ、これ。すごいね。メリー、これ。クリスマスケーキじゃんが出てくる人、お前もっと謙虚になった方がいいぞ、お前。やばいぞ。絶対人とでも言うじゃん。え、お、もうすぐ7000人いきます。ありがとうございます。開ける？開けるって言うんだ。フィルム剥がすじゃなくて。剥がす。開ける。フィルムを開けるって。どこにあんの？大ちゃん食べていいよ、これ。ダメだよ、大地に一発目食わしたら全部上のフルーツ食べちゃう。お猿さんじゃん。今日大ちゃんワンチャンお家来るみたいな話あったんだよ、最初ね。自分家来てくれるみたいな、うん、みんな3人ちょっと仕事あったよ、ちょっと、うん、それで行こうかなって言ってたんだけど。で、結局、え、でも来てない。来てないよね。来てないし、うん、
これあげるよみんなに。そのままこう。お前。こっち向きかい。向き逆。そんな人いるんだね。あんまいないと思ってた。マジかよ。携帯に引っ付けようと思ったのに。バカが見る豚のケツやな。ねえ。あー俺もやっちゃった。おい。バカ豚です。バカ豚はもうちゃんと悪口じゃん。めっちゃ悪口。おい、誰これ。ちょっといただきたいと思います。これネギのとこ行こうかな、これネギ。ネギなんだよ、ピスタチオやろ、多分。ピスタチオかな。ピスタチオかな。え、そこだけ食べんの？一回ごめん、これだけ行かせて。すごいじゃん。縦に行くでしょ、やっぱ。ネギ？え？ネギ。ネギですって。ほんまに？違う違う。ここ行っていい？銀のところ。ちっちゃい、ちっちゃい、あったわ、ここね、インパクね、インパクのような、ちょっと銀なんでする、ちょっと何が欲しいの、プレゼント、プレゼント、お、なんで、多分ハヤト今何でも食べ、マジ何でも、だってインスタライブやってるから、もうそれ言っちゃうとさ、だって絶対ね、今、行くか、今行け、行ったり、行ったり、洗濯機とかでもいいぞ、あ、あり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 、あの乾燥機付き洗濯機ね、うん、ブランド名だけは避けていって行きます、はい、はい、本当ガチの、本当のやついきます、ガチで欲しいやついけ、はい、ソファー、おぉやばーお前ちょっとリアルですげえやだ結構さ、がめついなソファえ、なんか何色の、何人座りの、何色の、何、あ、でも任せます、値段は安くていい、本当に安くてよくて、何人座りから聞いても、何人座り、あ、まあ、もう2人で言う、全然、いや、2人だと結構狭いね、狭いね、あの、2人掛けって言ってても意外と1人で、意外と 2.5 とかじゃあ3とかで、 2.5 から 3? 2.5 から3、いや、え、どうする？ L 字ちゃんフォーク取ってくれる、 L 字マリだね、 L 字5人とかする、いや、色だけ決めとけば、いや、色とかも全部先生に任せる、あ、あるね、これね、もうどんなヤバいソファー着ても俺それを使うのソファーってお前相場8ぐらいからな、だって、いや、そんなことあげるの、あげるのって考えたら、いや、それ売ってるよ、もちろん、ただその、いやいや、いいよ、本当にいいよ、いや、マジで、あの、その辺のやつ、その辺です、今、頭の中でいくらぐらいの想像してる、今30万円言ってよかった、これ楽しみだね、30万円え、どうすんの、本当にいいの、こんなこと言って、その20万人達成したらとかじゃなくていいの、え、でも、あの、皆さんがさ、あれだよね、ここにさ、ソファーの関係者見てるでしょ、え、ジンちゃんのラジオパターンでやろうとしてる、いや、提供でもらうみたいな、マットレスとフレーム、ジンちゃんすごいよね、いや、驚いたけど、そちらの会社はやっていらっしゃる、ソファい、あ、いやいや、もうこのマットレスさんはベッドでしょ、こ、マットレスをソファにしちゃえばいいんじゃない、まあ、さ、怒られる、奥行きが背もたれもないですしかもワイングラス置いても大丈夫、ワイングラス大丈夫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 だとしても、まあ、してもなんですよ、まあでも本当あれです、マジでソファーはそうです、え、あの、ソファーはやるだけど20万人いったら考えます、ソファーはマジですか、考えるだけなんだ、はい、小学生みたいな、あ、考えたよガチでソファー置いても、どなんかさ、その、うん、なんか引っ越したタイミングで、あ、ああいうソファーってこと、え、じゃあメンバー全員で買おうよ、そんなの、なんで巻き込むよ、なんで俺だけ、そんなん、俺はだってジンタロウにもうプレゼント渡したい、お前、お前ハンバーガーやるプレゼント、お前でも俺もジュンに言ってんの、なんか欲しいやつあったら言ってね、あ、そうそう、言ってくれた朝で、ハヤトに欲しいのはそれってことでしょ、いや、シュンタにも言ってくれない、何欲しいの、シュンタから、シュンタ、うん、シュンタは、じゃあ、ま、マジでおすすめの家具、うん、おしゃれ家具、いや好きじゃん、めっちゃ結構するぞこいつの家具高いのよ、マジで、でもさ、椅子とかやったらいけんじゃん、普通の、え、じゃあその網焼きの椅子とかあるの、ちゃんとしたブランドだよ、それは、でもちゃんとした椅子のブランドで買えよ、なんかそのリメイクみたいなさまだリメイク、あと電気とかでもいいじゃん、ライトとか、電気、 あれがいいそう、あのゲーム部屋に、俺の配信部屋に置けるようなライティング系でもいいし、あ、まあシャンデリアでもいいしじゃあ、天蓋もつけよう難しいじゃん、課金差し上げるよ、じゃあ、なんか好きなゲームマジで、うん、めっちゃいいじゃん一番高いやつ1万2000円だけど大丈夫、いいよ、いいんだ、待って、俺、住太郎からプレゼントもらったっけ、これ覚えてない、あ、じゃあいいやそこで判断するんだ最低最低19.4、発表します、お、あ、196,600人です。めっちゃ増えてるじゃん。あと400人で197,000人。ケーキどこ行った？ケーキ。
マジ汚い、本当に。あさ、やっぱさ、いや俺ロールケーキの時も思ったけどさ、その多方向から食うケーキやばいよね。基本大地なんだよ。違う。ロールケーキの時もそうだしさ、今回も大地だよ。いや、僕後ろしか食べてないんだ。だから後ろ食べるのがダメなんだよ。こうなったらもうスタッフさん誰も食べれないから、こうなっちゃう。なんだその鼻の描き方、お前。なんだお前、噛んじゃったよ俺。YJ ゲーミングっていうゲームチャンネルやってるんですけど、うん、そこのねスタジオで大ちゃんがフルーツだけ全部食い漁ったケーキがあったじゃないですか。出た。あ、昔ね、そこのスタジオでやってんだよ。あ、そうなんだ。色から1周年の時のさ、そうそうやってて、ジンとか珍しく勝ちきるっすよ。大ちゃんでっかいケーキいただいたんだよね、うん、フルーツ並んでるやつ全部食い確かブドウだよね。だから本当に俺あの時だけは本当にこういうとこなんだよね。みんなフォローよろしくお願いします。小声で言ってたからガチだったよ、あれガチだったな。ちょっとじゃプレート、でもやめたもんね、もうね、うん、こちらプレートいただきます。やばい、気づいた、うん、みんなかっこいいってコメント来ます。ありがとうね。あ、すみません、ありがとうございます。後ろを覗くって書いてあるけど、注釈で。わざわざ覗かなきゃいけないほどなんだ、これ。でも香港フォーファー楽しみじゃない。なんちゃん何あげんの、マジでマジで。だって一応マリはなんか年下じゃん。だってえ、マジでなんかもらったの。いや、それハンバーガー。お前がなんちゃんハンバーガーなのか。やばいね。え、でもあげるもなくなったよ、マジでは。そうそう、なくなった。別にいいんだけど、全然いいんだけど、気持ちで配信者がフォーファーって言われたから、まだ飛び火です。先ほど同様。悪いやつやな。逆に俺らが買えばソファー買わなきゃいけなくなっちゃうよ、はやちゃん。そうだ、俺はやちゃんに買うソファーはちょっときついって。いや、もし本当なら今多分やめてるから、全力で配信を。でも宣伝してんだもん、こいつのことよ。ありがとうございます、本当にね。サボテンかか、寺君左利きなんだ。違います、反転してるんで右利きです。え、サボテンまだいるっしょ。いるよ、うちのサボテン。いる、あの、お、植え替える。2メートルあるサボテン。ちょっとね、正直言って枯れてきてはいる。サボテンが枯れ切ってはないんだけど、ちょっと元気なくなってきて。青く枯れる、サボテンは枯れるよ、意外と。枯れるよ、意外と。意外と初めてやるんです。ちょっと枯れてきてて。ありがとうございます。ちょっと増えてる。フォロー、誕生日ですっていうか、僕なんですけど、フォローしていただきたい。お願いします。自分で言うのもね、ちょっとなんなんですけど、自分で言った方がいいよ、でもこれ。そうだね、うん、フォローしたらお願い聞きます。え、俺またそんな、お前もう安売りだと思うでしょ。違うね、え、選ぶ、偉くなった精査すんの。うん、あの、やりやすいやつを選ぶ。ただ、ただね、ね、フォローしてる、ありがとうね。フォローしてる方はぜひ、なんかその周りの方に1人1個でもいいんで、ちょっとフォローしてくださいって言ってくれるとありがたいです。お願いします。すいません、本当今日中に叶えたいんです。言ってください。なんで俺のニヤついてるところストーリーに。あ、そうなんです。僕の今インスタに行くとですね、吉田仁とメンバーなんですけど、その人のあのすごく、まあ、気持ち悪いって違うんですけど、気持ち悪い。だから1人でにやけてるたんですよね、さっき。よくあるよ、人とはね、なんかって言ってて、それはちょっと映像に収めたんで、それぜひ見ていただけたら。じゃあみんな何見てにやけてたの。その時はあのモグライダーさんのネタを見て。芸人さんの。そう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 、あ、まあ、それは正当か。それはもう笑うのが正当。大ちゃんもよくニヤニヤしてる。してる、大ちめっちゃしてる、ニヤニヤ、ね、超特急のあのゆうきさんに言われてた。おい大ちよ、ニヤニヤしてたでしょ。大ちって何もないのにニヤニヤできるもんね。できる、うん、すごいよね。すごいよね。この間道ですっげーニヤニヤしてる人いたよね。いたわ。いた。帰りでしょ。ニヤニヤ。しんちゃんいなかった。あ、言いたいな。いたよね、交差点でしょ。横断歩道待ってる時に携帯見ながら、もうほぼ爆笑してるレベルの通話もしてないもん。してない。いいことあったんだよ、あれ。めちゃめちゃいいことあった。2回ぐらいニヤきたもん、うん、携帯見て。幸せだったな。意外とさ、しゅんたってさ、うん、あんま笑わないよね。ここなんだよね、これ実は。怖いよね。七不思議だよ、ミルクの。七不思議なんです。僕ら編集してて思う、うん、YouTube 人のおもろいこととかしようと頑張ってても絶対笑わない。そう、俺も気づいたんだけど、うん、みんな笑ってて見て、あ、笑わなきゃと思って、うん、って笑ってんのよ。あいつうざいわ。言うなよ。
大ちゃんも意外と笑ってない笑ってない笑いのツボが違うよね違うの何がね俺メンバーと笑いのツボが違う二人だよね大地と俊太はよく言われるよねよく言われるってお前なんかその話じゃないそうしてたしてた俺でもそれ言われてから逆に気にするようになったもんそうだよね、うん、そうめっちゃ笑いづらい逆に笑いづらいごめんな居づらい環境にさせてなんか笑ってる時にあ俺合わせてんのかもっていう自分が俯瞰に出てきたの今までなかったのだから俊太が本気で笑ってる瞬間ってあるじゃん。あるの時。なっちゃったよね、俺はね。なっちゃった、なっちゃった。俺ら本当に笑えなくなっちゃったよ、もう。大地。あべて、あべてるの？え、タオル？あ、タオル。38の TikTok ちょっと撮りましょうか。あー、38 TikTok もう期限があと1週間なんでね。はい、そうなんです。え、終わるの？終わる、終わります。年内限定なのよ、あれ。あんま、あの、限定の無期限活動休止する。無期限ね。ちょっと最近撮れてないじゃんなかなかマジで会えなかった会えないと撮れなくてなんか言い方悪いですけど会える時になんか頑張って撮るんだけどそれでも足りないぐらい会えないのよ僕ら織姫と彦星って呼ばれてるんですけど織彦織彦ってなんだ織彦社名ありそうだあちょっと時間がちょっとちょっとごめんちょっとみんな今から行ってくるからちょっと頼むわほんとほんと頼むわちょっとほんと頼むわお願いしますパズル見えてんの際どい際どめだいやまああの本人横に言わんほうがいいちょっと際どい際どいって言うね、まあ、今日行けたら面白いでも年内までちょっと俺もいやもう今日今日よ今日か絶対今日よ行っちゃおう行っちゃおうお願いします頑張ります織彦行きます織彦頑張ります頑張りますじゃあ行ってきます行ってきます